皆さんこんにちは、アパレロです。今回ご紹介する商品は7月に買うべきノースフェイスのアイテム5000というとこで、個人的におすすめしたい5つのアイテムをご紹介していこうと思いますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。ということで、まず1つ目なんですけども、こちら、ノースフェイスパープルレーベルのレジメンタルストライプフィールドパンツですね。こちらは履いていただくと腰回りは結構ゆったりはしてるんですけども、全体的にシルエットボリュームはあるものの、程よくスッキリ感も残しつつお使いいただけるパンツとなっております。デザインのベースに関しましては、 US アーミーの M51 をトラウザーズをベースと、なってまして、クールマックスエコメイドを、使用したパンツとなっております。ですので、夏は本当に涼しく快適に履いていただき、まあ、冬に関しましてはちゃんとね、見た目より暖かくお使いいただけるパンツとなっております。ウエストに関しましてはもう総ゴム仕様となってますので、まあ、このドローコードで、多少ねウエストの調節はしていただけるような仕様となっております。また膝にはタックが入っておりますので、まあ、そういったねちょっとこう動きやすいあったり、デザインのこだわりというところもそういうところに少し出てるのかなと思います。で、裾に関しましてはドローコードがこちらもついておりまして、まあ、コーディネートのアクセントという部分もしっかりと、アレンジしていただきやすいパンツとなりますし、まあ、しっかりとね風の侵入というところも防いでくれるパンツとなりますね。で、こちら今実際履いてるんですけども、身長163cm、体重54kg で、今32インチを履いてるんですけども、まあ、ウエストに関しましてはちょっと大きいんですが、まあ、ドローコードでなんとかこう絞ると、まあ、落ちてくるほどのことではないかなという感じですね。ですので、この太ももの裏のボリューム感であったり、渡りのところのシルエットというところはお好みで、まあ、ギリギリワンサイズアップとかでしたら、まあ、許容範囲でなんとか調節はできるんじゃないかなと思えるぐらいの感じです。まあ、あとはね丈感がね本当に絞っていただいて、ちょっとこう靴下とかをちらっと見せていただいてもいいですし、まあ、絞らずロールアップしていただいてもいいですし、そのままちょっとこうクシュッと、ストリート風といいますか、まあ、少しラフな感じで履いていただいても個人的にはかっこいいんじゃないかなと思いますので、ちょっと緩めに履きたいなっていう方は、まあ、ワンサイズ上がギリギリって感じですね。でもジャストで履いていただいた方がやっぱりスッキリは絶対見えますので、まあ、その辺はね好き嫌いは多少あるかと思いますので、お好みのサイズを選んでいただくのがいいかなと思います。でちなみにこちらセットアップでも着用可能となっておりまして、別売りで、まあ、シャツもあるんですけども、こちらも本当にいいボリューム感でお使いいただける、ちょっとオーバーサイズ気味なシャツとなっております。もうどっちかというと、ね、シャツジャケットに近いような感覚でお使いいただけるんじゃないかなと思います。まあ、袖をまくっていただいて、ちょっとこうラフに合わせていただいてもいいですし、一応シャツの裾にもドローコードがついておりますので、まあ、こちらを絞っていただくことによって、ちょっとこう丸みを出してお使いいただいても雰囲気はすごくいいんじゃないかなと思います。で胸のところにねフラップポケットが2つついておりますので、まあ、そういった部分のねデザイン性であったり、フロントのボタンもドットボタンになってますので、非常にこう開け閉めも簡単にできるような感じとなっております。まあ、このぐらいのね生地感のシャツでしたら、まあ、今の時期も、なんとか着れるかなっていうところも正直あるかと思いますので、まあセットアップでなくてもショーツと合わせたりとか、まあ、そういった部分でねシャツ単体でもパンツ単体でも非常にお使いいただきやすいアイテムとなりますので、まあ、セットアップで着るとかなり雰囲気もグッと出せますし、まあ、単体でもお使いいただきやすいアイテムかと思いますので、まあ、気になる方はねぜひぜひチェックしていただければなと思います。ちょっとね裾絞るとねインナーも出しやすいですし、この腰回りのボリューム感というところが出せますので、結構コーディネートのアレンジというところもすごくしやすいんじゃないかなと思います。なかなかねこの配色もすごくおしゃれで、まあ、こういった柄のセットアップというのもね一つあったらすごくコーディネートの幅が広がるかなと思います。でこちらもう一色のお色違いの方ですね、サイズはシャツもパンツもワンサイズずつ落として30インチを履いてるんですけども、まあ、本当にねこのぐらいでも全然ゆったりお使いいただけますし、程よくスッキリ感があるので、正直個人的にはこのぐらい、スッキリした方が、雰囲気は綺麗かなと思いますので、まあ、そういった部分も少し参考になればなと思います。裾はねちょっとこう絞っていただくことによって、やっぱりこうだいぶスポーティーな印象というところが強く出せるようになりますので、まあ普通に履くのもいいですし、ちょっとこうアレンジしたいなっていう時のこのドローコードっていうのはね、やっぱり本当に個人的にかなり便利な部分かと思いますので、まあそういったところのね飽きのこない感じの仕様で自分好みのコーディネートもしやすいっていうポイントはすごくあるかなと思いますので、まあこちらのね特にパン
ンツの方は個人的に使い勝手がいいのでおすすめしたいかなと思います。で続きましてはこちらリップストップワイドクロップドパンツになるんですけども、デザインに関しましてはヴィンテージのクライミングパンツをベースにそれを少しワイドにアップデートしたような感じのイメージで思っていただければいいかなと思います。生地感的にも本当にこちらも薄すぎず分厚すぎずで一番今の時期こうちょうど使い勝手が良くて、まあ3シーズン対応できるパンツかなと思います。渡りから裾に向かっての部分で結構強めなテーパードがかかっておりますので、実際履いたシルエットに関しましては少しこう丸みのあるようなラインとなっております。まあそのボリューム感がねまた非常におしゃれで、まあワイドパンツ初心者の方でも非常にこう入りやすい感じで、そこまでめちゃくちゃ癖が強いかっていうわけでもないですので、非常にこうトップスも選びやすくて、まあ合わせやすいパンツとしてまああったらすごくこう重宝するラインのパンツなんじゃないかなと思います。結構ね丈感がね本当にクロップドっていうぐらいですので、もたつきもなくてくるぶしで、収まる綺麗に収まるような感じの、丈感となっておりますので、そういった部分もねすっきり見せてくれる、一つのポイントかと思います。まあ裾の裏にはね1個ダーツが入ってますので、これがあることによってこの膝から下の丸みっていうところがすごく、出るようなパンツとなっております。でこちら実際履いてるんですけども、これで30インチを着用しておりまして、僕の身長でもう本当にこのぐらいで一番こう程よくスッキリ感もあって、靴との相性であったりトップスの相性というところも一番綺麗に出るサイズ感かなと思います。腰回りは意外と履くとね結構スッキリしてる感じの仕様となってますし、ウエストの部分に関しましてもウェビングベルトで簡単に調節ができますので、まあワンタッチでこうベルトいらずでお使いいただけるというところもね、アウトドア要素もしっかりと盛り込まれたパンツかと思います。また開脚部分もね少しこういう余裕がありますので、本当にいろんな動きにしっかりストレスなく対応できるというところもね一つポイントかと思います。でこちらお色違いのオリーブなんですけども、個人的におすすめは先ほど履いてたオフホワイトの方の色が、もうめちゃくちゃかっこよくて合わせやすいというところでおすすめなんですけども、まあ安定のカーキっていうところもね持ってれば非常にねこう使い勝手がいいですし、飽きの来ない感じでお使いいただけるんじゃないかなと思います。春夏で出ていたカーキっていうお色はね結構明るめな色目でしたので、こちらの秋冬の方の感じのオリーブはもう本当に深みのある感じでお使いいただきやすいタイプで、よりミリタリー感が強調されたような感じでお使いいただけるんじゃないかなと思います。ポケットもベーカータイプとなってますので、非常にこう深さもあって、まあスマホでも余裕でこうスポット入ってこうこぼれたりしないような感じの印象ですね。で後ろのポケットに関しましてはスナップボタンで一つこうバチッと留めていただけるような仕様となっております。まあ、リップストップの生地ですので非常にねこう引き先にも強くて、見た目そんなに分厚くない生地なんですけども、見た目以上に本当に頑丈な作りとなっておりますので、まあ、長くはお使いいただけるかと思います。で続きましてのおすすめはこちらがグラフィックロゴティですね。まあ、ロングスリーブの方になるんですけども、本当にね特徴としましては何よりもこの生地感といいますか、まあ、肌触りの良さとこのとろみですね。素材に関しましては綿とポリエステルの混紡の生地にはなるんですけども、こちらもクールマックスエコメイドを使用したファブリックとなっておりますので、非常にね今の時期でもさらっとこうベタつかずお使いいただけるアイテムとなっております。ネックの大きさもそんなにこう広がりすぎずというところで、まあ個人的にこのグレーの色がねこの紫の糸をわざとこう織り交ぜたような、古着っぽい感じの仕様が、特におすすめな感じですね。で実際こちらで L サイズを着用してるんですけども、もともとオーバーサイズですので M でも僕の身長とか体重でしたら全然ゆったりは着れるんですけど、まああえてこのぐらいのサイズ感で着てみるとこういう感じになりますっていうのを、伝わればなと思います。で丈はねもともとちょっとしっかりとあるタイプになりますので、まあだらんと出してしまうと少しこう長めな印象にはなってしまいますが、まあそれでもねタックインしてお使いいただいても非常にいいかと思いますし、まああんまりサイズ上げすぎるとどうしてもねこう袖のもたつきっていうところはね絶対出ちゃいますので、まあリブはついてるんですけども、あまり袖丈が長すぎるとちょっとこう切られてる感っていうのがちょっと出てしまいやすいので、まあその辺だけねわざわざこうワンサイズ上げてまで着るっていう感じにはしなくていいロンティーかなと思います。まあこの身幅の緩さとアームホールのゆったり感と、まあそれに合わせたこう丈感というところで非常にバランスの取れたロンティーかと思いますし、まあすごくね本当に先ほどもお伝えしましたがかなりこう着心地がいい感じで、まあトロッとした感じで肌触りがね非常にいい感じのロンティーとなっております。まあちょっとね感じ言うてなかなか伝わりにくいことはあるかと思いますが、まあその辺はね少し温かい目で見ていただければなと思っております。まあグレーもおしゃれなんですけども、個人的にこのネイビーの方もね
すごく綺麗な色で、黒と合わすと非常になんか僕個人的の中ではすごく新鮮なこうカラーリングとなっておりますので、まあこれもおすすめしたいかなと思っております。まあこれもねちょっともうワンサイズ上げて XL 着てるんですけども、さすがにねここまで行くとかなりこうダボっとした印象にはなりますので、まあ結構ねあの太めなショーツとかとこれで合わせていただくとなんか雰囲気は悪くないかなと思いますが、ちょっと今みたいにこうタックインしていただくとだいぶスッキリ感も出て、まあ今っぽいコーディネートっていうところも楽しんでいただけるかなと思います。もうやっぱりね白も白でいいんですけども、もうやっぱり8月9月とかになってくるとさすがにね夏らしさっていうよりちょっと秋を意識した意味でっていうので、生地感は本当に今着れるぐらいのさらっとした感じなんですけども、まあ色目だけちょっと秋を意識していただくことによって人とまあこうちょっと差別化しやすいというか、まあちょっと新鮮さも出せていいのかなと思います。まあ無地がね結構好きやったんでずっと無地のロンティーとかインナーを着てたんですけども、多少ねこのぐらいのちっちゃいロゴであったりプリントっていうのはまあそこまでねあのコーディネートの邪魔にもならないですし、大人っぽさもそこまで損なわれないかと思いますので、大人の方でも非常に手が出しやすいロンティーかと思います。で続きましてベストなんですけども、こちらがガーメントダイフィールドベストっていうベストになるんですが、まあ、こういうベストもねコーディネートのアクセントには非常にこう取り入れやすくて、まあ、羽織ってるだけでそれなりにこうおしゃれっぽく見えるっていう、最大のメリットはあるかと思います。まあ本当にねあの生地感的にはこちらも、コットンとポリエステルのコンボになるんですが、全然今の時期着ていただいて半袖のシャツの上にさらっと羽織っていただくだけでもあのそこまでめちゃくちゃ暑苦しい感じでは全くないですし、何よりもねこのグレーっていうカラーがねちょっとこう個人的にはすごく新鮮でおすすめしたいなと思います。でフロントにはあのポケットが2つ、フロントポケットがついてるんですけども、まあ、これもねちょっと左右非対称なデザインとなっておりますので、まあ、そういったこうデザインのこだわりであったりディティールというところがね一つポイントとアクセントにはなりやすい、部分かと思いますし、こちらのベストに関しましては本当に女性の方でもね十分お使いいただけますので、ワンピースの上であったりとか、もうそれこそねちょっとメンズっぽい着こなしにスカートを合わせたりとかっていう意味でも非常にねこう兼用しやすい、アイテムとなりますので、まあご夫婦の方であったりとかカップルの方であったり、まあ一緒に使えるっていうところもね一つ魅力かなと思います。でこのポケットもね収納力かなりありますし、あの横にはちゃんと手も入れれるポケットもついております。でこちらが L サイズを着用してるんですけども、ちょっとオーバーサイズの T シャツの上にさらっとこう羽織っていただくだけでも、結構ね T シャツパンツっていうコーディネートよりもやっぱりベストを1枚挟むだけでもかなりね見た目っていうのは印象は変わりますし、まあ、程よくねこうアレンジしやすい、ベストとなりますので、すごく使い勝手のいい感じかなと思います。このベストもね結構サイズオーバーサイズ気味ですので、まあ、これで L サイズなんですけども、まあ、実際身幅とかかなり余裕がありますので、まあ、僕の身長ぐらいでしたら S でも十分余裕で着ていただける、デザインかなと思います。でこっちがですね片方のポケットがこちらゴムがついてまして、ちょっとこう間口が伸びるような感じの印象ですね。でボタン止めていただくとちょっとこうクシュッと丸みが出るような、ポケットのデザインとなっております。まあ、マチもね少しついておりますので、まあ、あんまりこう物入れちゃうとパンパンになっちゃうので、まあ、正直こう実際あんまりこう物は入れない方が見え方的には絶対綺麗には見えますので、まあ入れたらあかんというわけじゃないですが、個人的にはあんまりこういうところに物は入れないようにはしてるつもりです。であの前下がりのデザインとなっておりますので、まあちょっとね後ろに上がってるような感じで、こうこっからあの後ろから見えるねこの丈感だけ一つこうポイントとして、あのコーディネートのところに注意をしていただければなと思っております。で腰のところには一応身幅を調節できるようなアジャスターがついておりますので、まあそういった部分でね身幅の調節に関しましては多少できるような仕様となっておりますので、まあ開けてきた時ちょっとこう広がりが気になるなっていう方いらっしゃいましたら、まあそちらちょっとこうキュッと絞っていただくだけでも開けてきた時のラインっていうのは結構アレンジしやすいタイプとなりますので、まあそういった部分の調節が効くっていうのも嬉しいポイントかなと思います。非常にねこのグレーっていう色がねすごくこう秋口に関しましても使いやすいので、もうこちらのベストはかなりおすすめとなっております。でこちら最後ですね、おすすめがストレッチツイルワイドテーパードパンツなんですけども、これはね本当にこうよりスタンダードな感じで非常に使い勝手のいいパンツとなっております。もうラインはもうまさしく細すぎず太すぎずで、丈感も程よくしっかりとありますし、もう流行り去りなく飽きのこない感じでずっとお
使いいただけるパンツの一本として持っておくべきアイテムかと思いますので、まあ、こちらも気になる方はぜひぜひチェックしてみていただけいかがでしょうか。こちらね、個人的に特におすすめな色はこのネイビーですね。もうほぼ黒に近いんですけども、この濃紺のネイビーっていうところがね、すごくこう綺麗な感じで、程よく光沢感もありますので、上品さもこうあるような感じで、でも程よくこのラインが抜け感を出してくれるっていうところで、非常にこう使い勝手の良くて、これ1本で雰囲気がかなり出せるパンツとなります。まあ普通にね、ちょっとオーバーサイズ気味なラフな T シャツと合わせていただいても、なんかこう上品というか、なんかいい抜け感が出せるパンツなんじゃないかなと思いますので、こちらもぜひ気になる方はチェックしてみてはいかがでしょうか。ちなみにこれで一応30インチを履いておりますので、まあ、僕の身長で本当にジャストサイズぐらいの感じで、程よくストレッチ性もありますので、もうあって間違いないパンツだとは思います。はい、ということでですね、今回ご紹介してきました7月に買うべきノースフェイスのアイテム5000というところで、個人的に持っててまず間違いない5つのアイテムというところですね。今すぐ使えるものであったり、まあ秋口に向けてっていうところも多少あるかとは思うんですけども、非常にね、こうセットアップであったりとか、まあ、ベストであったり、単体でも使いやすい感じのアイテムですので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでもいいなと思っていただければ、高評価チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。ではでは、また次の動画まで、さようなら。